スケープコートっていうタイトルにしていてで意味は現代の意味では、えっと、変わり身とか身代わりとかになる言葉なんですけど今回作っている作品も、えっと、ぬいぐるみとか人形みたいなものなのでそういった身代わりという役割として、えっと、すごく合っているということと。 えっと、スケープゴートの語源も、えっと、一つ理由としてありましてキリスト教の聖書の中に出てくる言葉がもともと語源になっていたり罪人々の罪を贖罪するために、えっと、動物たちヤギとかが、えっと、身代わりになって荒野に話される。 っていいうことととか崖に落とされるみたいななので、えっと、今回の,あの制作と似ているところはあのぬいぐるみを身代わりにして、えー人,々のえー、人々の姿をオーバーラップさせるみたいなこととかあの今人間が人間社会で起きていることをもう一度 ぬいぐるみを使って反復させるようなことができるのでスケープゴートというタイトルにしましまたきっかけは自分のすごい日常的な暮らしの中で疑問に思ったこととか問いなどが生まれた後にそこからリサーチを、えー、して例えばあの 稲作についてのリサーチだったり今やってるのはえっと権利著作権とかそういう知的財産の問題とか、えー、そうですね権利についてちょっと調べてみたりとかそのリサーチを通した後に、えー、制作していく。でえっと媒体は媒体とかってあったんだっけ違う違う。 手法手法は、えっと、主にインスタレーションで立体物を作ってそれを上で映像を撮ったりその映像と立体物を一緒に混ぜてインスタレーションしています。毎回課題だとと思うことは はっきりしてないんですけど、まあ、制作した上で展示してこれがまあ最高の状態だと思ったりするんですけど結果的には見返してみたりするといやまだまだだなと思うことの方がすごい多かったりするあの力不足だったりとか、まあ、リサーチ不足だったりとか、まあまあ、往々にしてアーティストにとって。 多分完璧であったっていうのはほとんど多分みんなないと思うんでそれを目指しながら進んでいくんですけどまあそういうことがいつも起きているあとはまあ地方とかアートと関係あまりこう親しみのない人に対してどうアプローチしていくかみたいなところはすごく課題であるしあとリサーチをすると 他の人を巻き込むことになる時にあのアーティストは新しく面白い面白いというか興味深いことを提示するけれども誰かを同時に傷つける可能性も孕らむリスクがあるっていうところで表現とその誰かを守る権利を守るっていうあのところがいつもどうバランスをとるのかっていうのが課題です。 変わらずに大切にしていることはもうその時その時をできるうる一生懸命にやる最高の状態でやろうと取り組むちょっと都しん <laughs> みたいな感じでやっているっていうのはずっと大切にしていることです。で えー、今回の展示に向けて試していることは結構い普段は雑なところが多いのでそこが抜け落ちてたりちょっと弱かったりするんですけどちょっともうちょっとちゃんと考えて綺麗に見せ綺麗に見せるというか理想の見せ方とかをより考えるというかまあそうですねコンペなので。 サイズが決まった空間でそういういろんな条件の中でどう一番よく見せられるかっていうことをもっとより考えてやっていることと、まあ、コンペの中で、えー、割と挑戦的なことをしたいなと思っていたのであの権利の問題などを ちょっと、まあ、グレーかもしれないよねっていうところを攻めたっていうのはあります。はい、一番今のところ覚えているというか印象に残っている展示としては、えー、東京都美術館のグループセレクション展で。 えっと、私と、まあ、友人の3人で企画した展示が一番あの印象に残っているというか自分で企画した自分たちで企画した展示っていうこともあるしあとは深い深くより深くその土地地方とか土地にあのリサーチを 入れて作ったっていうこととかもあってその前までは割と自分の中だけで完結した作品が多かったんですけど周りと共作していくっていう上では一番転機だったかなとは思いますはい。油絵家出身で父親が建築出身なのであの 本当に小さい頃からそういった表現活動みたいなものには身近にあったので、うん、多分そういう方多いと思うんですけどもう物心ついた時から何かを作っているのが自然だったっていう感じで、まあ、そこから続けてずっと自分にできることといえばそういうことだったっていうのと、うん、そうですね自分の中で惹かれていった。 面白いこ,これの方が面白いみたいなところ進んでたら気付いたらまあアーティストっていうのが、まあ、一番しっくりくるんではないかっていうところにいたっていう感じです。割ととしいい子供でで物分かかかりが良っったんではないかと思って いま,すまあ多分今の私よりも大人だったんじゃないかと思うぐらい物分かりが良さそうな、えっと、幼稚園の先生からのお <laughs> 母さん宛てへのなんか日,日誌に書いてあったのはそう,そうですね。でも好きだったことは本当に今と全然変わらなくて。 やっぱりなんか小さいキーホルダーとか縫いぐるみとかそういうのをひたすら集めるなんか消しゴムのかわいいやつとかも集めたりとかしてるし、うん、と自由研究はマジでやるみたいなガチでやれみたいなのが親から言われてたのでじゃあもうガチでやりますみたいな感じでやってた、まあ、とにかく作ることが大好きな子だった気がします。 まあ、高校生の頃はアメリカナイズされていてなんかミュージカルとかそういったアメリカのドラマとか雑誌とかにすごい影響を受けてたんですけどなんですごくこうアメリカ最高みたいな学生高校生時代だったんですけど大学生になってからは。 わりとその、まあ、留学を経ることによって逆に日本文化みたいなのを気にし始めていってそうですねだからあの民,芸民芸運動とか日本の庶民大衆文化が作り上げたものとか暮らしみたいな民族っていうのをあの 作品にもつく影響してるし、えー、作品にしたりあとはリサーチしたりっていうのがメインになったのはあのそうですねそういう日本の民芸とか芸術芸術だけじゃないな生活とか文化が一番影響を受けてると思います。 始めた頃はえっ、ー、とそうですねよりその自分の中内在してるものから制作をしてたので一人でずっと作業するとか作るみたいなことが多かったんですけど最近は作る媒体は同じだったとしてもいろんな人と あの共同して作ってみたり、あの手伝ってもらったり、そうですね、コミュニティで何かを作るみたいなののが違うかなと思います。えっと月曜から木曜の大体週四日はえっと非常勤の 公務員として働いて、普通に働いています。で残りの三日で制作をしたり、そのアート活動として残りの三日を使っているっていう感じです。まあ週四日働いて残業がなくてで好きに。 あの休みも取れるその週1の平日1日の休みはどこに移動してもいいんですよ。ぶっちゃけその月曜でも水曜でもいいみたいな感じでそういう職場ってなんか意外とないのでそういうところにおいては今すごく自由にやらせてもらっているなと思うんです。あの副業も、OK、なので アーティスト活動も全然してもいいという職場なのでそういった面ではよくてけれども、えー、仕事を第一優先そのアーティスト活動を第一優先にしたいのであればちょっと1週間の割合としては少ないのかもしれないと思っていてできることがやっぱり限られちゃう。平日働いていてることは、あのー 仕事、それ以外の仕事はやっぱり難しくて生活が <laughs> とにかくあの毎日続くからなんかそのアーティスト活動がおざなりになってくるみたいなことが起きちゃっているっていうのはあってうんなんかもうどうしたらよくなるかなっていうのはあります。 なんかまあ、いろんなことがいろんな経験がやっぱりその自分の作品の内容になってくるっていうのは思っていてなんかそれこそ今回の展示にあ,のあるような内容コンセプトっていうのは今は別でアーティストとは別で働いている仕事の中から見つけているあのアイディアなので。 なんかそういった意味ではアーティストはアーティストだけをやっていなくても別に全然いいなと。むしろなんか面白いあの発想が生まれたり自分の経験とか能力につながるからいろんなことをやったらいいなっていうふうには思ったりします。 今の時点で考えるとちょうど最近思っているのはまあアートってあんまりなんだろう意味が意味ってあんまないなっていうふうに思ってて、まあ、定義っていうものがまあそれぞれの,あの方が定義を決めたりあの思ったりすると思うんですけど一回社会に出てみると。 アートの意味ってそんなに社会になかったりするし興味ない人の方が多かったりするけれどもじゃあ逆にアートがなくな今の状態なくなった時にどうなんだろうって考えたらそう考えるとアートの役割としてはやっぱりわからないものとか無駄だと思うものを 作れる例えば社会問題があったとしたらそれをそれをまあ活動家がなんだろうはっきり物申すことはできるけど全てがそれがなんかダイレクトな表現にしかもしかしたらならないのかもしれないけどアートは別にそれを答えを出さ,なく出さないっていう方法もあるから。 なんかいろんな方法でその社会問題やなんだろう出来事に対してアプローチできるいろんな人がいろんな見方をすることができるっていうのを提示することはできるなのでこれという意味があったり意義があったりするものではないけれどそういった無駄,無駄かもしれない分からないかもしれないというところに。 可能性を見出せるものとしてアートは存在できると信じたいみたいな感じです。このままアーティスト活動をどういう規模であっても粛々と 続けていきたいっていうのはずっと最近は思っていてなんかもっといろんなことを学びたいし経験したいので、まあ、何何といったら、まあ、例えば農業でもいいしなんだろうな4トントラック運転することもでもいいしとにかく自分の可能性を広げたいのでいろんなことを学んで 吸収していいくことを取り組みたいですまあ応募した頃ちょうど何も本当にアート活動をする予定があのこのあと何もないぞみたいな時期に入っていて、まあ、だったらいろいろ自分で機会を作るしかないので。あの いろんなところに応募してみたり助成金も出してみたり、みたいな期間があったんですね。で、それでその一つとしてあの？出そうと思って出したっていうのもあるし。あと sns でうん。結構あの。ファイナリストの情報とかを発信していてあ面白いかなと思って。なんかうん割とすごくこう。 ただのコンペではないような取り組みをしているので応募してみたいなっていうのは本当にあってなんかすごいその相談会とかレクチャーとかあったじゃないですかなんかああいうのがあるのすごいよくて学べるコンペだけど学べるみたいなまあより多くの人に見てもらえるような展示をすることが 目標です